前の席の方も空いておりますので、皆様よろしければ前の方にご移動くださいませ。
それではお時間となりましたので開演とさせていただきます。改めまして本日は JCD 連続デザインシンポジウムセクション61内田茂のデザインを考えるにお越しいただきまして誠にありがとうございます。本日司会を務めさせていただきます佐藤美智子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。では今回の開催にあたりましてご協賛いただきました企業のご紹介をさせていただきます。大光電機株式会社、アルティ株式会社、昭和フロント株式会社、株式会社サンポール、株式会社ドイ・アカリア、株式会社ニップコーポレーション、株式会社野村工芸社、株式会社総合デザイン、株式会社サカイ、株式会社マラッツィジャパン、リビエラ株式会社、開催協力東京デザインセンター、以上の企業にご協賛いただきましたことここに御礼申し上げます。それではプログラムに先立ちまして主催者を代表し JCD 日本小環境デザイン協会久保田茂理事長よりご挨拶を申し上げます。こんばんは。お忙しい中のたくさんの方にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、内田茂さん、の、ちょっと追悼と言っても、いいかもしれませんが、改めて、内田さんのその功績をですね、聞きながら、多分人柄なんかにも触れながら、改めてその内田さん の, その魅力みたいなものを、聞けたら、非常に楽しいなという、ふうに思ってこの企画がスタートしました。内田さんが他界されてもすでにちょうど3年ぐらい、経つと思います。大巨匠が、割と早い年で、亡くなられてですね、非常にこう寂しく、思ったことを、つい、この間ですけれども思っております。で、昨年は杉本さんの、講演会をやらせていただきまして、やはりですね、他界されて、偶然にもお二人とも73歳という若さで、亡くなられています。73歳というと本当にこう若くてですね、まだまだ、元気な年代だと本当は思うので、もっともっと作品をこう見れたらよかったなというふうに思うんですが、インテリアの世界はですね、どうしてもその、特に店舗なんかの場合はどんどんなくなっていってしまうことがあります。で、なかなかその作品を見ることがこう叶わないというですね、状況があって、人々にですね、その功績を伝えていくということが非常に難しいという側面があります。ただだからといってですね、そのまま忘れてしまうにはあまりにも偉大な方ですし、そういうことをこうきちんと伝えていくということも、私たち自身の役割だというふうに思ってですね、こういう会を開催させていただいております。毎回毎回ですね、こういうパターンではなくいろんなパターンがこちらあるんですけれども、今回は、そういう流れで、やらせていただいております。で、JCD の、紹介も簡単にさせていただきますと、JCD というのは日本小環境デザイン協会という団体でして、基本的にはインテリアデザイナーを中心とした、建築家も含めてですね、デザイナーが個人でこの団体に登録をしております。今全国でおよそ430人ぐらいの会員がおりまして、参上会員をもう今協賛していただいたりしてますけれども、全国で200社程度の会社が参上会員として入っていただいております。で、 JCD はですね、そういう、こうインテリアを含めた空間デザインの、そのものをですね、文化をこう作ってですね、それを、次世代につないでいくということが非常に大事な役割の一つだというふうに思っておりまして、全国です、ですね、いろんなこう活動をしております。で、本部は本部で日本空間デザイン賞という賞をですね、始めております。始めているというか、今年が第1回だったんですけど、今までも JCD デザインアワードっていうのは50年ぐらい続いてたんですけど、
それを他の団体と合併してですね、アワードだけ合併して日本空間デザイン賞というのを今年スタートしました。それも大成功をしております。で、それ以外にもですね、例えば、出張っていうか子供にですね、小学生にデザインを教えるような会があったり、勉強会があったり、なんだろう、研修旅行があったり、そういうですね、いろんな活動を全国でやっております。そういう活動をしていくことで、少しでもですね、そのデザインというものに対して興味を持ってもらって、それが、文化となって歴史となっていくようなことに、つなげていけたらいいなというふうに思っております。なので、JCT もですね、皆様のですね、ご理解とですね、ご協力いただきながら、このまま、この先もずっと続けていきたいと思っております。ご興味ある方は、ぜひ JCT のメンバーにですね、声をかけていただければというふうに思っております。すみません、長くなりましたが、それでは、会の方をスタートしてもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。続きまして、JCD シンポジウム委員長の水谷明人よりプログラムのご説明をいたします。シンポジウム委員長の水谷明人と申します。私の方から、プログラムの説明を簡単に、今日は4つのパートで構成したいと思います。パート1で、飯島直樹さんのトークを、35分。パート2として、長谷部清さんのトークを35分、パート3で五十嵐太郎さんのトークを35分、休憩15分ほど挟みまして、お三方による、トークセッションを40分行いまして、少々の、質疑応答とりまして、トータル180分、3時間になります。ちょっと少々長いんですが、私も非常に楽しみにしておりますが、皆さんもぜひお楽しみください。それではよろしくお願いします。それではプログラムを始めさせていただきます。まずは今回のシンポジウムのモデレーターであります飯島直樹様にご登壇いただきます。飯島様は武蔵野美術大学卒業後、1975年から86年まで杉本隆氏率いるスーパーポテトに在籍されました。70年代から80年代、商業デザインが大きな変貌を遂げたその時に、杉本氏と内田氏はいわば競合のような存在でした。対局に向かい合う内田茂氏を飯島様はどのように感じ、またその像を捉えていたか。自ら一デザイナーでありながらデザインの変貌を意識した内田茂、デザインをアカデミックに捉え言葉にされる飯島様にとっては、デザインの流れを俯瞰し言語化された内田氏は先達としてとても尊敬する存在であります。それでは飯島様、よろしくお願いいたします。はい、今ご紹介いただきました飯島でございます。去年のちょうど今頃ですね、杉本隆さん亡くなった後に、やっぱり、シンポジウムをやりました。でその後、3年ほど前に亡くなった内田茂さんのことを、やってないのはおかしいと当然のような意見が出まして、今日に至りました。それで今日はですね、私とそれから、メインは今現在、内田デザイン研究所の所長をしておられる長谷部さんが今日来ていらっしゃいますので、内田さんと共に仕事をずっと やられてた一番いわば生き字引のような方なんですので、長谷部さんの話がメインかなと思っています。だからもう一つ、それとは逆にですね、長谷部さんとは逆に五十嵐さんは内田さんの仕事を実際に見たことはあんまりないんですよね、という方をお呼びしちゃいました。ですが五十嵐さんは建築評論家でもあるんですけれども、建築批評家の立場から我々のインテリデザインおよび空間デザインというところの土俵を、かき分けてですね、入り込んでいただいて10年ぐらい経つという、いろいろな論評もしていただいておりますので、改めて外の目から内田茂さんをどのように捉えるかっていうようなことを、お聞きできればいいかな。したがって私はですね、私の今日の役割は、多分内田さんの初期
1970年代から80年代にかけて、まあ、ほぼあのデザインの仕事、それからデザインの仕事の周辺でいろいろな道を堂々した体験がありますので、その体験の初期の内田さんということについてエピソードをいくつかご紹介する役割というふうにさせていただければと思います。でまずはこのティーカップって今書いてあります。これ何のことかお分かりになる方いらっしゃいます？このティーはですね、これ人の名前なんです。ティーは田中一光さん。で C はですね、これは人の名前じゃなくて、建築事務所でキャンっていう建築事務所が当時ありまして、そこは1970年代、75年以降のことなんですけども、水野さんという方が主催してた建築事務所です。だから U は文字通り内田茂さん。P はですね、私が所属していたスーパーポテト、ポテトとって、このような名前になりました。でこれはですね、当時とりわけそうですね、1975年以降、日本の一デパートであった西武デパートが、消費文化、消費社会のもう急激な、上昇に伴って、百貨店にあるまじき特別な表出を世間にまき散らしてた時代がありました。でその時代の西武百貨店のデザインを推し進めるときにですね、一番トップに立ったのは田中一光さんなんですね。で田中一光さんが、デザインコミッティって言うんですけども、コミッティの、座長のような役割で、その周辺に特筆としてはですね、あらゆる表現、クリエイティブなジャンルが、田中一光さんを中心として周りに、星雲のようにとぐろを巻いてました。建築家の菊高清明さんもその中の一人でしたし、それから、グラフィックデザイナーの浅場和美さんとか、それから、コピーライターの伊藤重久さんだとか、それから、我々インテリデザイナーの内田茂さん、それから杉本隆さん、そういった方々がチームを作って、西武デパートの、とりわけ僕らはあの地方アンギアで行ったんですけども、日本中の、一番最初に行ったのが西武の大津というところがあるんですけど、もうすぐなくなるんですよ、大津にある西武百貨店、菊竹聖君さんが建築をして我々が乗り込んでインテリデザインをやったりとかっていうようなことをやった時間がですね、1975年からちょうど、メインは1985年にかけての10年間、やりました。このポスターは皆さん知ってらっしゃる方は多いと思うんですけども、その時代の、言ってみれば西武百貨店の頂点、もうこの後かけるんですけどね、これは新聞広告で、映画監督のウディアレンがモデルになって美味しい生活っていう、糸井さんのコピーで有名になった、ポスターです。で後年これはちょっと字が消えちゃってますけど、これは東京糸井重里事務所って言うんですけど、たまたま私が糸井さんと、面識を得て、糸井さんの、糸井さんの90年代になるとですね、コピーライトをやめてもう、完全に見捨てて、ネット、インターネットの世界に、踊り込んで、今、ほぼ日刊糸井新聞という、メディアをずっと展開してるんですけども、インターネットを探した時の時期の1990年代の事務所 のインテリアを少しお手伝いしたものですから、こんなこともやりました。これが先ほど のウッディアレアが持ってた本物なんですよね。それを展示するっていうようなことを。で西武デパートとの関わり、一企業との関わりの中でデザインが特別な場面を取り入れたっていう、ちょっと今では少し考えられないぐらいの企業との蜜月時代が一つのエピソードだとすると、二つ目のエピソードはですね、これなんですけどね、これちょっと字消えちゃってます。インサイドゼミって名前を付けてます。1982年のことでした。だいぶボケちゃってますけどね、写真がね。これはですね、内田さんと杉本さんは仲がいい側面もあったんですけど、犬猿の中でもあったっていうのは皆さんご存知だと思うんですけど、でだけど2人で結構つるんでたんですよ。でこのインサイドゼミの時は、杉本さんが主導だったと思うんですよ、記憶してますので。で内田
俺たち今インテリデザインは割と日本の中では活況を呈してるんだけど、それがどういうものかよく分かんないな俺たちっていうようなところから話が始まって、自分たちの足元インテリデザインというものをどういう今現状であるか、それからどういう方向に向かおうとしているのか、みんなで一度集まって話し合ってみようよっていうようなことを、始めたんです。で、言い出しっぺはこの内田さんと杉本さん、この言い出しっぺ2人が言い出しっぺで、私は当時スーパーボトルに勤めてましたので、その、まあ、この まとめ役の係をやれっていうので約1年間ぐらいやらされました。第1回目がこれ第1回目の写真だと思うんですけどね、これ違うな、第何回目かですね。第1回目は倉俣さんが、ここで自分のデザインに対して語るというようなことをやりました。で、このインサイドゼミが多分に面白かったのは、日本の国内に閉じることなく、まあ、ここら辺にそういう方々がいらっしゃいますけれども、イタリアのデザイン の, 最先端 の, 面々と対面できたというところが一番大きかったと思います。これエッドレ・ソトサスですね。エッドレ・ソトサスのこれ、まあ、マネジメントやってたバーバラ・ラビーチさん、この人は日本人違うんですけど、でこの人がアンドレア・ブランディさんです、こちら側にちょっと隠れちゃってるんですけど、ミケレ・デ・ルッキさんがまだ若造でいました。そんな時代のインサイドゼミ、約1年間ぐらい続いた、これもまあ日本のインテリデザイン の,、ここに下にこれちょっと隠れちゃってますけど、日本版グローバル トゥールスって言ってるんですけども、グローバルトゥールスというのはイタリアで1973年ぐらいにですね、デザイナーたちが集まってデザインの発信をするためのカウンタースクール、要するに半学校半大学みたいな形で大学ではないんですけれども、みんなが集まってゼミナールをするというような割と過激でラジカルな動きがあったらしいんですね。まあそれを約10年後ぐらいに同じような日本のインテリデザイナーたちが集まってですね、で司会役をね、当時、建築雑誌で我々が、まあ、尊敬をしていた、この雑誌なんだっけ、都市住宅の上田誠さんに、まあ、コーディネーターとかファシリテーターをやっていただいて、毎回住みました。でこういった方々が毎回飛び込んできて、で何回目かはですね、内田さんと杉本さんの、まあ、論争みたいなこともあってですね、その時どんな話したかもう覚えてないんですけども、確か内田さんは建築に対するコンプレックスが強すぎるっていう批判が出ると、いやいやお前こそ工芸みたいじゃないかみたいな話が、あったりっていうような、結構激論をするような場面があったのがインサイドゼミでした。でそうこうするうちにですね、これは1988年なんですけども、これはどちらかというと内田さんが主導的な役割を果たしました。家具東京デザイナーズウィークという、イベント展覧会ですね、これを東京の渋谷、六本木、表参道、青山のあたりで16カ所ぐらいでですね、一気に約2週間ぐらい家具の展覧会をやるという場面がありました。参加したのは約200名ぐらいでした。で建築家も ものすごく参加してました。篠原和夫先生とかも参加してたし、あと伊藤豊さんとかもいたし、それから昨年杉本さんの会に来られた難波和彦さんなんかも参加して、まあ、思わぬ人たちが参加しているような、家具のための展覧会の企画でした。で、この時のテーマがこれ欲望って書いてあるんですよ、ね。まあ、あの時代らしいな、88年ですからね。でも長谷部さんは、内田さんの事務所に入ったこの頃87年で作業されました。
この頃に長谷部さんは内田さんの事務所に入られたそうです。で、まあ、これが、まあ、時代88年っていうバブルの、まあまあまあ、頂点って言っていいと思いますけども、その時代の、まあ、我々の悲運でもあったわけです。で、その展覧会の時に出品された作品が最も有名なんですけども、倉俣史朗さんのこのミスブランチ、これがあのこれ六本木アクシスの展示会場で展示されたんですけども、これが大変話題になりました。で、倉俣さんはこの家具デザイナーズウィークに対して、まあまあその辺が頂点だとすると、日本のあのインテリアデザインもしくはデザイン界の雲行きの怪しさを感じて、この展覧会の席でそんなことを口にされてました。で、次のエピソードはですね、90年代になるんですけども、1992年、まあ今この、 今日のシンポジウムを開催しているのが JCD っていうデザイン団体ですけども、この JCD っていうデザイン団体に大量加入という、まあ、言ってみれば事件がありました。私もその一人です。自分で入ったんじゃないです。入れって言われて入ったんです。杉本さんと内田さんが2人でデザイナーたちに声をかけてですね、多分50人近く、その時に。竹内さんもその時入ったんですね。第2次。で、とにかく、まあ、入ったというか、入らされたという、ことがありました。で、この背景にも一つはですね、日本の、まあ、インテリアデザイン界 の、 こう後ろ方にある価値観であるとか、それからデザインをどうこう包含して認知するのかみたいなことの価値観の変化があって、デザイン団体というようなところを、まあ、どちらかというと我々のようなフリーのデザイナーはあまり目を向けなかったんですけれども、まあ、これを機に向けるようになりました。で、先ほど理事長が説明してましたけど、今年、この我々が主催しているデザイン団体のデザイン賞が名前もそれから骨格も変えて日本空間デザイン賞というふうになったんですけども、そのきっかけはですね、内田さんが、JCD に入会をして、それからデザイン賞委員長になったんですね。で、デザイン賞委員長になったその年に、これちょっと隠れちゃってますけど、小環境デザイン賞っていう名前の JCD の主催してたデザイン賞の名前を JCD デザイン賞っていう名前に変えちゃったんです。で、変えただけではなくて、審査員の概要、それから、これはこのポスターはですね、もうその後だいぶ経ってからなんですよ。2001年に作ったポスターなんですけれども、審査員の概要を変えたり、それから審査 の、 ポイントを変えたりっていうのは、言ってみれば、新しい考え方を導入して、このデザイン賞を、まあ、劇的に変えたんです。で、変えて、まあ、翌年の1993年に、我々の JCD デザイン賞が選んだグランプリが、瀬島和也さんのパチンコ屋さんだったんですね。パチンコ屋さんが日本の、小環境デザイン賞のグランプリになるというようなことは、まずそのまでには考えられなかったはずのことを、まあ、内田さんが起点として始めた改革によって始まったと言っても過言じゃないかなと思います。さあ、で、そのようにしてですね、内田さん、私にとっては内田さんと杉本さんは、まあ、尊敬する先輩であると同時に、まあ、目の上の炭鉱部の存在でもありました。で、一つは、年が、まあ、私よりもね、5個か6個上かな、内田さんが。で、杉本さんが4つか5つ上なんですよ。まあ、兄貴みたいなもんですね。で、当然ながら同時代を生き、それから、日本のインテリアデザインが大きくこうぐらいに、やっぱりどっか所属しとかないとまずいかなと思って、スーパーポテトが内田さんのところに行くか迷ったんですよ。で、まあ、あんまり考えなくて、最近、スーパーポテトの門を叩いたので、スーパーポテトに入ってただけの話なので、もしかしたら長谷部さんと一緒だったかもしれない。それなと言ってた。
まあそのぐらいいい加減といえばいい加減だったんですけど、でもね、その偶然の選んだ道の違いというのはやっぱり大きかったですね。で、迷った末ポテトに入ったんですけども、でポテトに入ったんだけど、さっき言ったように内田さんと杉本さんの関係があるので、年がら年中内田さんの事務所に行って、打ち合わせしたりとかっていうようなこともありました。内田さんって当時、年取ってからもそうだったかわかんないですけど、当時はね、内田さんの事務所ですから、ものすごくクールな、テーブルと椅子が置いてあるんですけども、打ち合わせすると内田さんはその椅子の上に正座しちゃうんですよ、靴脱いで。そういうケース知ってます？今でもそうだ。あぐらかいてるね。そうだ。僕は内田さんの仕草として非常に内田さんのデザインそのもののような気がして、それは大変興味深く感じました。で、内田さんはね、要するにデザインの思考とか、それを残すっていうようなことをやれやれって、我々にも言ってたんですよ。で、その影響はすごく大きくて、これが1986年ですね。建築界が日本のインテリアデザインに目をこう差し向けるっていう場面は今まであんまりないんです。今もあんまりない。私の知ってる限り2回だけあって、1回目はこれです。これは SD という建築雑誌、SD はデザイン全般ですけども、建築雑誌が、日本のインテリアデザイン1986年というのは頂点に達してる、バブル経済と一緒に日本のインテリアデザインが世界に認知されていた時期ですので、それに対して、内部からの風景ということで特集を組んだ。これが最初です。でもう一つ私が知ってる記憶では2回目の後で最後に説明しますけれども、五十嵐太郎さんが編集長をしていた建築雑誌、建築学会の硬い本なんですけど、それが150年の歴史で初めて2001年でしたね。2001年にインテリアデザインに目を向けて特集したんです。その時代の差があるから、対象とするデザイナー像がガラッと変わるんですけども、それは後で話しますけども。で、この時に私は、この編集の、お手伝いの一員として加わりました。で、お手伝いの一員として加わると何したかというと、当時のデザイナーにインタビューしたんですね。で、当時ですから86年ですから、ここに書いてある渡辺美樹さん、松本哲夫さんというのは剣持のデザイン事務所です、という方だとか、プラマスさん、北原進さん、梅田正則さん、内田茂さん、杉本さん、こういった方々にインタビューを、分担してきたんです。私は北原進さんと内田茂さんに、インタビューできました。で、そのインタビューの話を、これから私のパートを終わりにしたいんですけども、これ内田さんが口癖に言う、標語みたいな、1968年問題なんだよって言うんですよ。で、散々聞かされてるんですけども、ちょっと今日は改めて、この内田さんがよく口にした1968年問題を取り上げてみたいと思います。そのインタビューの、先の方で内田さんが喋ったことなんですけども、飯島な、俺たちはバンハウスの影響を受けてるけど、バンハウスはもうちょっといいんだよ。で、彼らとか内田さんとか、杉本さんもそうなんですけど、もう目を向けたのがイタリアです。で、イタリアの最先端のアバンギャルドたち。ジョエ・コロンボが、その起点と言っていいと思いますけど、ジョエ・コロンボ、ヘッド・デ・ソット・サス、それからスーパースタジオもあったし、その後で出るのか。このスーパースタジオ、イタリアからのラディカリズムですね。こういったものの影響をもろに、受けて、でこの影響はだけど、日本のインテリアデザイン界独特のものかってそんなことはなくて、日本の建築界全般に、影響を及ぼしてたイタリアからのラディカリズムがありました。で、それは私もほぼ同時代なので強烈に、そのイタリアの風を
受けていて、ヒリヒリしてたところがありました。それからもう一つ、これ内田さんが割とよく口にするのがダン・フレディなんですけども、まあ、アメリカの現代アートのこう1960年代末から70年代にかけての日本にものすごく影響を及ぼした、まあ、よく俗に言うミニマリズムという、いろんなものをそぎ落として、そこに生まれる何事かみたいなような、アートの影響が我々あのインテリデザイン、日本のインテリデザイナーに大きくのしかかってたというなことをよく口にされます。と同時に、その時代、同時代、モノ派というのは日本発のアート運動と言っていいと思いますけども、モノを放置するようなあのインスタレーションの、作風で知られていますけども、このリー・ウーハンさんだとか、それから関根信夫さんとか、何かいらっしゃいますけども、これは、この写真は、その昔のことじゃなくて、これ数年前のベルサイユ宮殿でやってたリー・ウーハンの大回顧展の時に私見に行ったんですけど、写真ですね。でこれモノ派であるとか、モノ派にほとんど同じっていう、アルテポベーラ、これイタリア語で言うと、貧乏な芸術っていう意味らしいんですけども、こういったあので、まあ、あの芸術運動だとか、の影響が日本に大量に押し寄せていた時代と同時に、まあ、内田さんがよく言う1968年の問題っていうのはですね、まあ、こういうことがありました。パリの5月革命、この写真はね、YouTube に載っかってるゴダールのパリ5月革命のドキュメントのすごくいいやつがあって、それの一角です。ジャンルック・ゴダールの一角です。こういう映像を見るとですね、ちょっと最近の香港を思い出したんですけど、実は私来週香港に行くことになってたんだけど、昨日メールが来てやっぱり中止、ちょっと危ない。で、特に大学が危ないらしいですね。香港理工大学とかでも戦争状態引いてるんで、まあ、今の香港見てると、これと僕らの世代はどうしても重なっちゃう。これ1968年です。ゴダールと、この年ゴダールはカンヌ映画祭をぶつぶしたんですね。そんなこと今やってる場合じゃないだろうってんで、フランスとトルコなんかで一緒にカンヌ映画祭に乗り込んで、カンヌ映画祭を中止させたっていうエピソードがあります。それからこれも不思議なんですけど、中国の毛沢東がやってた文化大革命、これが超かっこいいと当時みんな思ってた。あんなに悲惨な何千万人も殺した文化大革命、中国の文化大革命はかっこいい。で、これゴダールが中国語なんて映画作ったぐらいですから、というような、まあ、奇妙な時代の1968年というのがありました。それから我が日本、これは昨年の杉本さんの時にも持ってきた写真ですけども、これ三島由紀夫、自殺した三島由紀夫が東大の全教頭と対談してるの有名な、この間もテレビでちょっとやってましたけど、三島由紀夫がお前らが天皇と一言言ってくれれば 俺は東大の安田講堂にお前らと一緒にこもるんだ、こもったぞって言ったのが有名なやつなんですけど、これもこの三島由紀夫の対談自体は1969年か70年だったと思いますけども、これも東大全教頭が1968年でしたので、これも1968年、こういった1968年の、影響がたくさんあってですね、これからここからちょっと私の妄想がちょっと入るので、だいぶ間違ってるかもしれないので、それはちょっと聞き流してほしいんですけども、で、そういう内田さんが1968年って言われるとですね、私はどうしても思い出すのが、あと内田さんがインタビューで言った言葉と重ね合わせてしまうんですけども、この人のこの本をちょっと思い浮かべてしまいました。これ全教頭のバイブルって言われたんですよ、この本、めちゃくちゃ難しい本で、古事記と遠野物語を題材にした人間が社会を形成するその原点は何かみたいなことを一生懸命書いた、共同の幻想について書いた思想書なんですね。で、これが林さん、これを読んでないと
当時かっこ悪く、かっこ悪かったので私も買ってもう分かんないんだけど一生懸命読みました。でも面白かったんですね。で、これ1968年にこの本がやっぱり出てるんですね。でこの吉本隆明という人はそれとは別の本でこの待ち受賞史論というのがあるんですけども、これはマタイ伝福音書っていうあのキリスト教の本を題材にして、やはり人間